どなたですか？キツネです。こんなキツネは出てきません。ですよね。いますいます。いやいや、じゃあ私は何？なんだろう。孤独な男の幻です。ですよね。いや、いますって。ほら、え、ほら触って。え、ふっくらキツネのどん兵衛。信じて。近いです。え、失礼しました。いえいえ。どん兵衛のキツネ食べてたらいつでも私と一緒だよ。どなたですか？どんぎつねです。は？しばらくお世話になります。意味がわかりません。だって好きなんでしょ、それ。あ、はい。あいた。え？あ、お気になさらず、どうぞどうぞ。あいた。食べづら。ふっくらきつねのどん兵衛。食べ終わってもいるんですね。嫌ですか？嫌ではない。よかった。サクサク音を立てながらあなたはどん兵衛食べていた。どうしました、どんぎつねさん。どうもこうもないです。なんできつねうどんじゃないんですか？今日は、今日は天ぷらそばの気分なので。え、そんな理由？はい、では失礼して。あー、やめて、裏切りの音がする。耳そこなんですか？今のは見なかったことに。了解です。サクサク天ぷらのどん兵衛食べに行く。どん兵衛のきつねじゃなくても別にいいよと言われたよ。どうしてそんなひどいこと？だってどの狐でも一緒でしょ。好きなくせに。え？寝ちゃってますよ。耳。耳？耳。あ、美味しいって思ってるんでしょ。いやいや。あらあら、耳は正直ですね。ふっくら狐のどん兵衛。お揃いですね。はい。嬉しい。あ、雪。あ、本当だ。寒くないんですか？寒いです。じゃあお家に帰りましょう。風邪ひいちゃうし。でも。でも？少し体が冷えた方がどん兵衛が美味しいし。そうですね。なのでもうちょっとだけ付き合ってください。はい。ふっくらきつねのどん兵衛。綺麗ですね。はい。いつでも探しているよ、どっかに君。お蕎麦を買いに行ってました。きつねうどんじゃないですよ。年越しですから。ですね。年越しもどん兵衛。つるつる音を立てながらあなたはどん兵衛すすってた。どうしてさっきからずっと麺ばかり食べるんですか？お揚げ食べないんですか？キツネが嫌いに。やっぱりそうだ、嫌いになったんだ。ほら見てください。一番好きなものは最後に食べるんです。一番好き。まっすぐ美味しいどん兵衛。ん？今年ももう終わり。年末詣ってご利益あるみたいですよ。へえ。綺麗なお月様。手が届きそうです。来年良い年になりますように。そのお蕎麦貸してください。お月様を、えい、召し上がれ。あ、月を招く月見蕎麦。年越しはどん兵衛。月を招く。それは猫ですね。月を招く。コブラ。しゃー。私を見つめてる。どんぎつねさん。はい。似ています。え、エクボが月見ポケットに。どんぎつねさんのエクボが月見ポケットに似ています。似てますか？月見ポケットがついたどん兵衛のおそば、卵が意外と合うんですよ。知らない。一人でどん兵衛食べながらすごくいいこと考え、人肌に限りなく近いのは19分30秒だな。ということはこうすると、揚げキッスって何ですか？どんぎつねさん。ふっくらきつねのどん兵衛。
けましておめでとうございます。年も明けたし、おうどんでもいかがですか。え、マジか、やっちまった。一緒に年越したかったのに。越せます。11時、ドッキリでした。嘘ついたな。もう寝る。年越しも年明けもどん兵衛。本当に年明けちゃいますよ。あ、雪。本当だ。どうして七味を。新しい刺激が欲しくって。もう飽きちゃったんですね。いえ、どん兵衛をもっと好きになるためです。嬉しい。恋七味つきました。どん兵衛、今だけ。海外で食べるどん兵衛はどうしてこんなに美味しいの。どうしてこんなに美味しいの。 Who are you? ドン・フォックスです。ドン・フォックスさん、やっと会えました。嬉しい。ドン・フォックスさん、ドン・ギツネさん。今よからぬ妄想してたでしょ。なんだ妄想か。わあ、がっかりしてる。日本のうどん、どん兵衛、まだ怒ってるんですか。当たり前です。機嫌直してください。私を助けてくれたのは、どん兵衛食べてた男の子。あ、こら、早く逃げ。元気でね。またね。どうしました。なんでもないです。ふっくらきつねのどん兵衛。ありがとう。